んにちは、まゆみです。今回はボビーブラウンのグロー&グロサムコレクションの商品紹介とメイクをしていきたいと思います。2月11日金曜日に先行発売が公式オンラインショップ等でありまして、その後2月18日金曜日から全国発売がされます。私は2月11日の先行発売でゲットしました。今回のこのグロー&ブロッサムコレクションは、春の到来、始まりの季節としての輝きを告げる桜にインスパイアされたコレクションということです。パッケージやケースにも桜がデザインされていてすごく可愛いです。私はアイシャドウパレットとリップを2本ゲットしましたので、早速商品紹介していきたいと思います。まずはペタルウォッシュアイシャドウパレットです。これケースが紙になっていて、マグネットでこうカチカチと閉じられるようになっています。中を開けると上は鏡になっていて、5色のアイシャドウがセットされています。このピンクのアイシャドウたちは過去限定品として人気の高かったピンクを集めた美しいグラデーションになっているということです。マットやメタリックな質感が揃っています。この5色本当に桜っぽいですよね。例えばソメイヨシノの薄いピンクの花びらがこの色だとして、だん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 色づきが濃くなっていって濃いピンクになっていく。でこの締め色の茶色とかは、例えば桜の幹なのかなとか、そんなイメージが膨らみます。ペタルウォッシュアイシャドウパレットのスウォッチはこんな感じです。次はエクストラリップティントです。今回は2色出ています。まずこちらは今回の限定色として新しく登場したベアブルームというお色です。エクストラリップティント L13 ベアブルームのスウォッチはこんな感じです。こちらはベアローズといって、過去に限定色で出た色の復刻版のようです。エクストラリップティント L10 ベアローズのスウォッチはこんな感じです。こちらのエクストラリップティントはリップクリーム並みの保湿力を兼ね備え、ほんのり色づく微血色リップということです。で、商品名にリップティントと入っているので、ティント効果があるのかなと思ったんですが、ティント効果は残念ながらほとんどありませんでした。実は昨日こちらのベアローズの方をつけて1日過ごしていたんですけれども、最後の方はほとんど色なくて自分の唇の色に戻っていました。なのでティント効果を期待して買うのであれば、他の商品を選んだ方がいいかもしれません。ただリップクリーム並みの保湿力っていうのは本当にあって、塗ると唇がふっくらします。あとは色づきが軽やかなので、あまり濃い口紅が得意ではない人にはおすすめな商品です。ではこちらの3点を使って早速メイクしてみましょう。はい、では早速メイクしていきたいと思います。まずはこの一番明るいカラーをアイホール全体に塗ります。淡い発色ですね。本当にソメイヨシノの花びらのあの明るい感じ、鼻なじみがすごくいいです。全体的にこのパレットやっぱりベージュ系なので、イエベにはなじみますね。ちょっと桜色がほんのり色づいたって感じですね。そこまで濃くはないんですけど。次にこの真ん中のお色を上まぶたの二重幅より広めに入れるのと、あと下まぶたにも入れようと思います。わかるかな、塗ってる色のこの違い。肉眼で見ても本当に薄付きなので、カメラに映ってるかどうかがちょっと心配になっちゃうんですけど、ちょっとピンク味が足されて少し濃くなった感じです。柔らかい発色ですね。あ、でもこう見たらやっぱり色ついてるの分かりますね。さっきのピンクよりもちょっと濃いめのピンクがまぶたに塗りました。はい、最初に塗った淡いピンクの後に真ん中のピンクを塗って、本当に本当に淡いグラデーションができました。イエベの肌の人には本当に馴染みすぎるぐらい馴染むと思います。全然浮いてない。
次にこのメタリックな濃いピンクを目頭から中央に向かってと、あと目尻から中央に向かってこう挟み込むような感じで塗っていきたいと思います。あとは下まぶたにも塗っていきます。この色は結構発色いいですね。一気に深みが増しました。深みが増してよりピンクが入るようになりましたね。次に細い筆に持ち替えて、この一番右の締め色、これをアイラインのように引いていきたいと思います。この色はしっかり発色しますね。濃いブラウンです。アイラインにぴったりです。本当にしっかり発色するので、ペンシルアイライナーとかいらないかもしれない。締め色でアイラインを引いたら一気に目が引き締まりましたね。目がパッチリしました。ここで一度ブレンドブラシでぼかします。ブレンドブラシを使ったことで、濃いピンクを塗った部分と薄いピンクだけの部分、ちょっと境界線ができてしまっていたのがうまくグラデーションされました。最後にこのラメのカラーを上まぶたの黒目の上あたりにのせるのと、あと下まぶたの涙袋にのせたいと思います。ラメというよりツヤですね。繊細な輝きがまぶたの上に乗りました。これでアイシャドウは完成です。次にリップを塗っていきます。まずはこの新色の限定色のベアブルームから塗っていきたいと思います。はい、こんな感じです。リップクリーム並みっていうか、本当にリップクリームでした。滑らかな塗り心地で保湿力があって、唇がふっくらします。色付きもリップクリーム、色付きのリップクリームぐらいの本当に薄付きで、それがまたカジュアルな感じがして可愛い発色になっていると思います。目元の桜パレットとも相性がいいと思います。軽やかで、なんか外に出かけたくなるような感じです。今日のこのパーカーにもカジュアルさが合ってるんじゃないでしょうかね。ではこのベアブルームを一旦落として、次はベアローズを塗っていきたいと思います。では次にベアローズの方を塗っていきたいと思います。ベアローズはこんな感じです。さっきのベアブルームと比べると、やっぱりベアローズというだけあって、少し青みがあるピンクの発色になっています。ただやっぱり軽やかさはありますし、透け感もありますし、カジュアルな感じでも全然大丈夫です。以上でメイク完成です。いかがでしたでしょうか。ボビーブラウンのグロー&ブロッサムコレクションの商品紹介とメイクをしてみました。少しでも参考になったら嬉しいです。今回の動画、少しでも楽しんでいただけた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。またコメントもぜひお待ちしております。あと私ツイッターをやっておりますので、ぜひそちらもフォローしていただけると嬉しいです。アドレスは概要欄に書いてありますので、見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まゆみでした。